はい、どうも小川でございます。今日は M4 MacBook Pro です。先日 M4 チップを搭載した Mac が3機種発表されましたが、その中から M4 MacBook Pro を先行して Apple さんからお借りすることができたので、この動画でレビューしていきたいと思います。借りているマシンのスペックはこちらになります。M4 MacBook Pro 14インチ、 CPU 10コア、 GPU 10コア、メモリーが 16GB、 SSD1TB、 それからナノテクスチャーのオプションをつけて、カラーはねスペースブラックというものをお借りしております。今回のね M4 MacBook Pro 最も最小構成で 248,800 円というモデルがあるんですけど、そこに SSD を 512 から 1TB にして、そこにねナノテクスチャーを追加したモデルで合計価格308,000円というMac になっております。今回のねこのベースモデルと呼ばれる M4 MacBook Pro はメモリが 8GB から 16GB になったり、ポートの数も増えたし、外部ディスプレイに接続できる数も増えたんですよ。その上で前のモデルの同スペックマシンと同じ価格というモデルになってます。今回のねこの M4 MacBook Pro ベースモデルかなりいいと思うので、気になっている人はぜひ最後までご覧ください。じゃあまずですね、このベースモデルの M4 MacBook Pro どんなマシンかというと、きっと多くの人はこれがいいんじゃないかと思います。必要十分な Mac になっていると思います。今回のね M4 MacBook Pro には M4、M4 Pro、M4 Max という3種類のチップがあって、これはその中でも最も下のいわゆるエントリーモデルになります。とはいえ M4 チップ自体が結構やばいので、3世代前の M1 チップに比べて 3.4 倍高速になってます。それでいて電池持ちが最大24時間と、過去のね MacBook シリーズの中でもトップクラスの電池持ちになってます。つまりねパフォーマンスと電池持ちどっちも持っているマシンなんですね。でさらに M3 までのベースモデルはメモリのね最小構成が 8GB だったんですね。もう正直ね 8GB はきついですよ。それがこの M4 ではメモリが 16GB が最小になりました。それでいて価格はこれまでと据え置き。もちろんねメモリがもっと欲しければ最大 32GB まで増やすことができます。でまだあるんですよ、 M3 のベースモデルには右側に USB-C ポートがなかったんですよ。なのでね充電する時とか、あるいはディスプレイに接続したい時っていうのはこの左側から取るしかなかったんですね。僕は M2 MacBook Air も持ってるんですけど、それもね左側にしか USB-C ポートがないんですよ。それだとね結構不便なことが多いです。それがね今回のモデルは右側にも USB-C ポートがついたんです。これ小躍りするレベルの人絶対いるでしょう。でまだ極めつけがあるんですよ。今回のこのベースモデル、自分ね自身に加えて外部ディスプレイを2台接続できるようになったんです。つまり合計3台ですね。これまではね1台しか出力できなかったんです。あるいは2台できるんだけど、なんか自分は閉じてキーボードとマウスを別に使ってくださいと、こういう状態だったんですね。ところがね今回は開いたまま別に2台のディスプレイを接続できるようになりました。めちゃくちゃいいでしょ。もちろんねパフォーマンスを追求するなら上位モデルの M4 Pro や M4 Max の方がいいです。そこでねこのベースモデルが実際にどのように動作するのか、パフォーマンスはどうなのか、またどんな人だったらこの M4 ベースモデルを狙えばいいのか、そういったところをこの後詳しく見ていきます。はい、まずですね今回外観のデザインにね大きな変更点はありません。形は前のモデルと全く同じ。ただねちょっと違うところが2つあります。まず1つはねベースモデルでもこのスペースブラックというカラーが選べるようになりました。前のモデルはね M3 Pro 以上でのみ選択できたカラーだったんですね。まあただねその代わり今回からあのスペースグレイっていうカラーがねなくなっちゃいました。でちなみにね僕今 M1 Max MacBook Pro を使っていて、それがスペースグレイなんですけど、こんなカラーになってます。色味の違いはねこんな感じですね。この Mac のスペースグレイって単体で見てるとシルバーかなって思うぐらいあんまりね黒みがないんですけど、スペースブラックはねより深い黒になってかっこいいですね。サイズと重量はこんな感じです。M3 のベースモデルと比べてサイズ重量に至るまで全く同じです。はい、で前のモデルと違うところの2つ目はね、さっきも言った通りポートの数です。これね Mac のあの右側ですけど、右側に USB-C ポートがつきました。これはね MacBook Pro でも上位モデルは備わってたんですけど、ベースモデルにはなかったんですよ。それがね今回晴れて搭載されましたと。でね一応他のポートもおさらいしておくと HDMI と、カードリーダー、これがね右側についてます。
で左側にはマグセーフと USB-C が2つと、あとはイヤホンジャックね。でちなみにね、この USB-C、左も右も、この合計3つはサンダーボルト4ポートになってます。最大 40Gbps の高速通信が可能なポートです。ちなみに上位モデルである M4 Pro と M4 Max はここがサンダーボルト5ポートになってます。外観のね、主だったところはこんな感じ。はい、で次ね、付属品簡単に紹介しておくと、まず 70W の電源アダプターね。これ確かオプションでね、90W とか 96W のも選べた気がするんですけど、まあ、今回ついてきたのは 70W のアダプターです。あとね、黒い USB-C マグセーフケーブルね。これはね、3メートルのタイプのものです。黒いケーブルかっこいい。はい、であとね、ポリッシングクロス、これね、ポリッシングクロス、ここにね、アップルロゴが入ってます。これね、ナノテクスチャーを選択した時にだけついてくるものだと思います。まあ、とてもね、質感が良くて触り心地のいいクロスです。ちなみにこれ、あの単体で発売されているクロスと同じものかと思ったらね、なんか違うものになってますね。なんかね、サイズも全然違うし、なんか触った時の質感もね、全く違うものです、これ。はい、付属品は以上。はい、じゃあ次はね、ディスプレイ周りです。14.2 インチのリキッドレティーナ XDR ディスプレイね、あのミニ LD バックライトのやつです。 3024×1964 ピクセルでプロモーションテクノロジーによる最大 120Hz のディスプレイになってます。まあ、ということでね、非常にあの高精細でかつ 120Hz の滑らかな動作を楽しめると。 MacBook Pro のね、この画面は本当に綺麗でいいディスプレイだと思います。あの MacBook Air はね、 120Hz に対応してないし、ピクセル数も違うので、この画面はね、 MacBook Pro ならではです。はい、でこういったね、あのディスプレイ周りの基本スペックは、前のモデルと全く同じになってます。でね、違うところが2つほどあってですね、まず1つ目はね、これナノテクスチャーが選べるようになりました。あのマットな質感でね、あの限りなく反射を抑えてくれるディスプレイ用ガラスです。いわゆるね、アンチグレアみたいな感じですよ。でこれね、反射が気になるという人は選ぶといいかなと思うんですが、好みはあるかなと思っていて、やっぱりね、やや画質が変わるので、ちょっとね、一旦見てみたいなという人は Apple Store とか最寄りの量販店で、見てみることをお勧めします。ちなみにこっちが、普通の標準ガラスのものなんですけど、なんかこの辺りにすごいこう反射してるの分かりますか、光。これがね、ナノテクスチャーだとね、なくなるんですよ。ほら、こんな感じ。まあ、あの反射、全く反射しないっていうよりは、なんかライトの形とか全然さっきに比べて見えないでしょ。こんな感じでね、映り込みをこう軽減してくれるようなディスプレイになってます。で、2つ目はね、SDR 輝度が最大1000ニットになりました。まあ、これはね、画面の明るさを示す指標なんですけど、あの多いほど明るいので、日差しがある環境でも見やすいというものなんですけど、ただね、最近ちょっと天気が悪いのと、あとこれ借り物なので持ち出すの怖いんですよね。なのでね、申し訳ないんですけど、ちょっと屋外でね、試すことはできていません。はい、でね、待望の外部ディスプレイ2台出力も試してみました。ちゃんとね、自分とディスプレイ2台、合計3台で表示できてます。接続しているのはこれ 5K のスタジオディスプレイと 4K のモバイルモニターです。やっぱこれですよね、2台ぐらい接続したいときは大いにあると思うので、まあ、これが目当てで買うという人もいるんじゃないかと思います。ちなみに現行の MacBook Air でこれができるものはないので、この点も Air ではなく Pro を選びたくなる理由の一つですね。はい、次はね、カメラ性能です。ここね、カメラ、あの M4 MacBook Pro はね、実はカメラ性能もかなり向上しています。 1080p カメラから12メガピクセルになって画質が向上しました。どうですか、 1080p のカメラと比べると全然綺麗になった感じしませんか。ザラザラしたノイズの出方が全然違うと思います。で他にもね、自分についてくるセンターフレームに対応しました。まあ、あの使うかは別としてね、自分が左右に動けばカメラもある程度のところまでこうついてくるというような感じになりました。で他にもね、デスクビューに対応しました。デスクビューというのは内蔵カメラを使って手元の映像をね、撮影する機能なんですけど、例えばね、手元にある何かを見せながらそれについてこう説明ができるみたいなのがメリットです。ただこのデスクビューってね、結構難しいんですよね。やっぱりちょっとね、画面を倒すような感じにしないと、あの全然映らないです。まあ、少しね、こう前気味にね、傾ける必要はあるみたいなんですけど、まあ、MacBook はね、こう画面を調整することっていうのはあの簡単にできるので、まあ、使う際はですね、調整をしつつ使ってみてください。はい、というわけでカメラはね、やっぱり画質の向上が嬉しいですよね。これあのオンライン会議なので活躍すると思います。
はい、じゃあ続いてね、バッテリー性能です。冒頭にも言った通りね、今回の M4 MacBook Pro バッテリー持ちがねやばいことになってます。これまでのね MacBook シリーズの中でもトップクラスにバッテリーが持つようになりました。スペック上はねバッテリー容量自体も前のモデルから増えていて、チップのね省電力設計も相まって最大16時間のワイヤレスインターネット、最大24時間のビデオストリーミングと、すごいねバッテリー持ちを実現してます。で、実際に使ってみた結果なんですけど、動画編集をした時間を含めてだいたいね10時間ぐらい持ちました。まあこんなもんかなという感じではあります。ざっくりとした作業内容とバッテリー消費はこんな感じになります。まあ早朝から使い始めて夕方ぐらいにダウンするみたいな感じですね。6時15分とかに使い始めて16時17分頃には残り 2% になっちゃいましたみたいな。まあ内容はね、まあシンプルなドキュメントワークとか、まあ、YouTube 見たりとか、あとはね動画の編集とか書き出しみたいなのも一部やって、みたいなことをずっと繰り返してたような感じになります。で、作業内容別にバッテリー消費まとめてみたのがこちらなんですけど、まあ、ちょっとねその時間の中でパキッとその作業をね、その作業だけをやってるわけじゃないので、こう完全に分けることはできないんですけど、まあ、ざっくり分けたのがこれです。やっぱり分かるのはね、動画編集や書き出しが含まれるとね強烈に減ります。まあそれはねそんなもんです。で、ざっくりね今回僕のケースだと、まあ、時間あたりね 20% ぐらい減るかなという感じで、まあこのシンプルなねドキュメントワークとか、まあ、あるいはオンライン会議とか YouTube を見ているであるとか、まあそれぞれもねちょっとバッテリー持ち違うと思うんですけど、まあこれ一緒くたにすると、まあ大体ね時間あたり 6% とか 7% とか減ってるかなという感じかなと思います。まあ、時間あたり 6-7 だったら、まあ理論上はね16時間とか15時間とか持つので、まあそういう意味ではまあまあ高承知ぐらいかなという感じです。まあこれはね動画編集やドキュメントワークみたいなものが、まあそれどんな内容なのっていうことにもよるので、まああくまでもね参考までにという感じでございます。ちなみにね僕が使ってる M1 Max だと動画編集するとね、まあ3時間とかですね、3時間ちょっとぐらいでねバッテリー満タンから空になります。やっぱりねパワーはすごいんですけど、まあ、それだけね電力消費も激しいので、まあバッテリーに関してはねこの M4 の標準モデルも素晴らしい持ちだと思います。はい、じゃあですねこの M4 ベースモデルの、MacBook Pro メモリ 16GB、このスペックでどのようなことがどれだけできるのか見ていきたいと思います。はい、まずはねブラウザですね。皆さんもね、よく使うものだと思いますが、僕は Chrome がメインなのでそれで行かせてもらいますが、 Chrome ってね結構メモリ食うんですよ。で、僕タブを起動しまくるタイプなんですね。いつもねだいたい40個とか開きっぱなしにしてます。で、それをやってみましたが、まあ、全然問題ないですね。はい、今これがね Chrome のタブをだいたい40個起動しているところです。まあ、いつもねだいたいこんな感じに僕はなってます。で、今ねこれタブを一個一個アクティブにし直しました。 Chrome はですね使ってないタブはどんどんメモリを開放して開けていくので、まあ一旦ね40個使っている体で、全部ねこうアクティブにした状態です。で、この状態で、アクティビティモニター見てみると、やっぱりねメモリプレッシャーはこう黄色くなってますね。ただ黄色っていうのは別に使ってるよ、たくさん使ってるよってことなんで全然問題ないです。これでミッションコントロールしても、まあ、全然問題なく滑らかに動いてますと。はい、じゃあこの状態で、オンライン会議でもしますかということで、Meet でもね起動してみたいと思います。はい、今ねこれ Google Meet でオンライン会議をしている状態です。CPU とかね、まあ、結構頑張ってる感ありますし、メモリプレッシャーもまだ黄色いまんまですが、全然ね問題なく、相手に音声届いているし映像も届いています。で、このタブさっきアクティブにしたばかりなんで、まだねメモリ開放されているものおそらくないと思うんですけど、ちなみにね今同時にスラックも起動している状態です。なのでタブたくさん開いてスラック起動して、でテレビ会議しているみたいな、まあ、割とこうあるあるな状況じゃないかなと思うんですが、まあ、これでも全然問題ないという感じです。はい、じゃあ次はですねさらにこの状態から、これ今ね 5K のスタジオディスプレイに接続をしてみたところです。で、スタジオディスプレイ 5K ディスプレイなんですけど、そこにこう映像を出力しているわけなので、さっきよりね負荷は高まってます。赤いところと緑のところがすごくね盛り上がってるのがわかると思いますが、まあ、こんな感じでね今負荷はかけているような状態です。ブラウザのねタブもさっきみたいにこんな感じで40個開きっぱなしでございます。はい、それでね今 YouTube とか見てますけれども、まあ問題ないですね。メモリプレッシャーも相変わらず黄色いですが、別に問題なく動いてます。はい、というわけでね 16GB でも全然まあこのぐらいのことはできているという感じですね。じゃあここからさらにですね、写真編集みたいなことをやってみたいと思います。はい、今これね Adobe の Lightroom 開いたとこなんですけど、写真のね同期ができてないので、今同期をしようとしているので、よりねこのマシンパワーを使っているような状態ではあります。はい、まあ、こんな感じでね効率性コアがすごいめちゃくちゃ頑張ってます。
パフォーマンスコアも動いてますね。なのでまあうっすら多分ファンも回ってるんだとは思うんですけど、あのファンの音は別にそんなになんかうわーってうなってるような感じは全然ない。これ上から6つが効率性コアで、下から4つがパフォーマンスコアっていう感じなんですけど、はい、まあどれもね結構頑張ってる感じがします。はい、でライトルームね全然動いてますし、動作もねもっさりすることなく、普通に動いてますね。タブをね約40個起動して写真編集をしているみたいな状態ですが、まあ、これでもね全然問題なく動いてます。まあ一般的なねこういったデスクワークにおいては、まあ一般的っていうのもちょっと難しいんですけど、まあこの使い方では不安定になることもなく、スムーズにね動いていました。もちろん常駐アプリがどれだけあるか、それが何かみたいなことによって話は変わりますし、まあ、どこまで行っても何をするか、どれだけ同時にやるか、まあ、こういったことによって変わってくるので、まあ、心配ならねメモリを積んでおくのが安心だとは思います。まあ、次が24、その次が32とステップアップできるので、検討できるなら検討してもいいんじゃないかなと思います。さて動画編集ね、これ実際どこまでできるって気になるじゃないですか。これ実は結構難しい問題で、ずるい言い方をするとね、結局はどんな動画を作るかによるんですよ。まず当然ね、そのガチのプロユースというか商業的な映像制作をされている方はこの標準モデルではきついと思います。なのでそれは一旦置いといて、よく判断基準にされるのは 4K 動画が編集できるか否かみたいな。これね、いや動画編集は 4K かどうかというだけで作業のヘビーさは決まらないんですよ。まあひとまず僕が YouTuber としてこのベースモデルの M4 MacBook Pro って動画編集どうだったかというと、無理ではないという感じですね。正直ね、めちゃくちゃ快適、これで OK という感じではなかったです。というのも僕は割と色を作ったりとか多めのエフェクトをかけたりとか、まあ、全然自己満足なんですけど好きなんですよ、そういうのが。なのでちょっと扱うものがヘビーだったりするんですね。まあ、具体的にね編集時にどんな難があったかというと、例えば10ビットの 4K素材を僕複数枚並べて重めのエフェクトやカラーグレーディングをしていると再生が追いつかなくなったりとか、映像と音声がずれたり、止まったりはしないんだけどこう突っかかったりとか、まあ、そういったことがねありました。はい、まあ、これねダビンチリゾルブというソフトで編集をしているところなんですけど、まあ、まずね動いてるかどうかで言うと全然動いてます。メモリプレッシャー緑になりましたね。これ多分ね Chrome のタブが開放され始めたんじゃないかなと思います。まあまあ普通に使っててもね、それはそういう風になるので別にあえて止めずにこのまんま行きますが、でねこれダビンチでまず編集をするというか、まあこれも編集済みのファイルなんですけど、まずねプレビューしてみたいと思いますね。 MacBook Pro を使って今これプレビューしてるとこなんですけど、見せてもらいました。例えばねこんな感じで、これカッわかるかなをしていました。まあこれね AI であればできることではあるんですけど、非常にね今わかりましたかね、音声と映像がちょっとねずれてるんですよ。カクカクしてるんですね。しました。まあ、これね生成 AI であればできることでは、はい、こんな感じで。でこれがなぜ起こるのかというと、僕はねカラーグレーディング、まあ、色編集をしているので、それがねちょっと重いんですよね。こういったカラーグレーディングとかこういったエフェクトを全部オフにすると、これ 4K 素材ですけど MacBook Pro を使って Apple Intelligence を使って全然問題ないんですよ。まあ、ちゃんとね映像と音声が合っている。はい、で他にもねこれさっきよりよりそのカラー編集、重たいカラー編集をしているものなんですけど、まあ、こういったものになってくるともはやね動かないんです。ほとんど動いてないんですよ、これわかります。なので 4K かどうかというよりね、じゃあ例えばその 4K 素材をどれだけ重ねるかとか、どんなエフェクトを使うかとか、結局ねそういったこだわりとかスタイルの問題になってくるわけなんですよ。ただね僕の内容であれば、まあ、プロ機種とかキャッシュの制御とか、まあ、そういったねこう編集時の技術的なことでハックしてスムーズに行うことはできると思います。とはいえプロやマックスチップ、それに伴う大量のメモリを積んだマシンであれば、そういった細かい対策をしなくても突破できちゃうみたいなところあるんですよ。上位モデルにはねそういったパワフルさがあるのは事実です。まあ、そういった点ではこの M4 のベースモデルと上位モデルとの違いというのは明確にあります。ただね全く歯が立たないというわけではないし、こうシンプルな 4K 映像、 4K 素材の動画であれば全然普通に編集できます。 4K 素材はねいくつかタイムラインに並べてテロップ入れたりとか、あと簡単なエフェクトをかけるみたいな、いわゆるね一般的な動画編集と呼ばれるものであれば全然問題なくできます。これもね 4K で撮ったもので、色編集が必要な素材になってるんですけど、そんなに重たい色編集を
していない時は、まあ、全然こんな感じでね普通に動いてます。というわけでね、一口に 4K 動画編集といってもまあいろいろあるわけなんですけれども、まあ、一つの判断基準としてね、今話してきたような内容でこうキーワードとかそういったものがもう全く何言ってるか分かんないという人はきっとこのマシンで大丈夫です。まあ、よりコアなね、この映像作りというか編集がしたいとなってきたら、その時に考えればいいんじゃないかなと思います。まあ、その時にはね、カメラとか付随する機材とか、あるいはソフトウェアとか、まあ、そういったものも必要になってくるので、僕編集する Mac だけの問題じゃなくなってるはずです。なのでね、あの順番に考えていったらいいかなと思います。はい、じゃあ次はね、動画の書き出しですね。まあ、比較的ね軽めの素材で15分の動画を 4K で書き出しをしてみました。でこの M4 マシンと M1 Max で書き出しを試してみた結果が、こちらになります。この M4 は約ね16分45秒だったのに対して、 M1 Max は約6分30秒でした。まあさすがにね、圧倒的に M1 Max の方がそりゃ早いです。あの動画の書き出しというのは、あの編集以上にこうハードウェアの差が顕著に出ますから、 M1 Max はね GPU の数も多いし、メディアエンジンと呼ばれる動画処理に特化して処理するものが倍の数ついてますから、まあ、それは早いです。ただ、ね、M4 でもできないわけじゃないっていうのと、やはりね Max チップはこう多くの演算リソースを投下するので、まあ、その代償としてね、こう発熱とファンの、ね、騒音がすごいことになります。実際に書き出している時の音を録音してみたので、それ聞いてみてください。M4 の方は無音なの分かりますか？まあ、あのファンはね回ってるとは思うんですよ。回ってるとは思うんですけど、その音が聞こえるレベルじゃないという感じ。一方でね、 M1 Max の方はあのフル回転してるのですごい音してますよね。でその動画書き出し時に CPU をどのように使っているかを表したのがこれなんですけど、 M4 チップの方は1から6までの効率性コアを中心に使って、必要に応じてパフォーマンスコアがピンポイントで動いているような傾向になってます。で、M1 Max の方はちょっとね違うアプローチをとっていて、効率性コアを使いつつも、あのパフォーマンスコアもねより積極的に使っているという感じに見えます。 M4 チップが効率コアを中心としたバランス感ある処理をしていて、 M1 Max はより力強い処理をしようとしているので、ファンをたくさん回して冷やそうとするわけですね。だからね、あのその分ねバッテリーがもりもり減っていきます。というわけで電池持ちは悪くなりますが、書き出し時間を優先するなら M4 Pro や M4 Max を選ぶ方がそれはもういいです。ただ50万円、100万円という話になってくるので、その費用のギャップをどう思うかという話になってくるかなと思います。はい、じゃあ最後にですね、この M4 MacBook Pro はどんな人におすすめなのかという話をして終わりたいと思います。やっぱりね、自宅でも外出先でもドキュメントワークとかそのオンライン会議とか、そういった使い方が中心の、まあ、ビジネスパーソンや学生さんに最適かなと思います。自宅ではねディスプレイを複数台接続して作業できるし、外出先でもバッテリー持ちがいいので、まあ、よりね長時間作業することができるし、隙間時間を活用することもできると思います。さらにね、一般的な YouTube 動画制作とかのクリエイティブもこのマシンで全然こなせるはずです。まあ、とはいえね、いろんなことをこう同時にやりたいっていうんだったら、まあ、メモリは上げておくといいかもしれない。デイリーユースからカジュアルなクリエイティブまでこなせるし、来年に来ると言われている Apple Intelligence もしっかりね使えるはずです。まあ、つまりね、最初に言った通り、多くの人はこのマシンで自分の仕事をねしっかりこなせるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、皆さんの Mac 選びの参考になれば幸いでございます。はい、というわけで今日の動画は以上になります。こんな感じで Apple 製品とかその周辺機器とかガジェットのレビューをしております。もしよろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。あとこの動画にもね、いいねをぜひお願いします。いいねお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。